ルースネエッカは、エチオピア系アイルランド人の女優である。映画、キャピタルレターズ、エイリアンパンデミック、プルートで朝食を、ウォークラフトなどに出演している。また BBC のミニシリーズ、クリミナルジャスティス、RTE のラブ、ヘイト、E4 のミスフィッツ、ミスフィッツ俺たちエスパー、ABC のエージェント・オブ・シールドといったテレビ作品への出演でも、知られている。 エチオピアのアディスアベバでアイルランド人の母親とエチオピア人の父親のもとに生まれる。一人っ子であるが母方の家族は大所帯である。7歳の頃に父親が自動車事故で亡くなる。彼女はアイルランドのリムリックで育ち、2006年からはロンドンに住んでいる。ダブリン大学トリニティカレッジのサミュエル・ベケットセンターで学び演劇学の BA を得て卒業した。 2004年にアイルランドのキャピタルレターズで初めて映画出演する。翌年にはエイリアンパンデミックで主役のメリー役を務める。これに先立って彼女は舞台で主に活動していた。ネッカの演技を見た後、ニール・ジョーダンはプルートで朝食をの脚本を変更して彼女の出演を実現させた。彼女はまたアイアム・キューブリックでジョン・マルコビッチと共演し、 また、短編映画、ザ・ホー・ホースマン、ンミニッツン、プレイ、スターズに出演した。テレビでは、ドクターズ、クリミナル・ジャスティス、アイルランドの、ラブ・イズ・ザ・ドラッグに出演した。また、BBC3 の、パ、秘書たちのゴシップ・ライフでは、主役のドリスを務め、ローラ・エイクマン、アナベル・スコーリー、メイミー・マッコイと共演した。ラブ・ヘイトでは、最初の2シーズンに出演した。 2011年には BBC のシャーリーに出演し、アイリッシュ映画テレビ賞の女優賞を受賞した。舞台では、ダック、ティトゥス・アンドローニカス、レイメダウン・ソフトリーなどに出演した。2007年より、アイルランドの劇団であるパンパン・シアターでの活動を始めた。第69回カンヌ国際映画祭のラビング上映の最後熱化、監督のジェフ・ニコルズ。 共演のジョエル・エドガートン。2013年にネッタはアメリカ合衆国のテレビドラマエージェント・オブ・シールドにレーナ役で複数回出演することが発表された。彼女は同番組に2シーズンにわたって計17話出演した。2015年には AMC のプリーチャーにチューリップ・オヘア役でキャスティングされ、翌年より放送が始まった。2016年には主演した。 映画、ラビングアイという名前の二人が第69回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でプレミア上映された。実は大もとにした、この映画は1950年代に異人主観結婚をしたカップルを描いており、ネッカ演技は批評家から絶賛された。この作品でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされた。また2016年6月にはタリア役を務めた。 ファンタジーアドベンチャー映画、ウォークラフトが公開された。2010年以降、彼女と同じくロンドンに住む俳優のドミニク・クーパーと交際している。現在は破局している。ネッカは2003年にローレンス・オリビエ賞新人賞にノミネートされた。また2006年のベルリン国際映画祭ではアイルランドのシューティングスターに選ばれた。ありがとうございます。